今回この結構なんかすごい商品っていうのはそういったものを、そうですね、今回はまあ持ってきさせていただいたのが、まあ、あのどちらかというと健康商材を中心とはさせていただいておりまして、はい、でまああのまあ、こちらのアイテムがです、まあ、オンラインストア限定にはなるんですけど、はい、まあ、繊維の方、ね、あ、そうですね、あの、まあ、これはつま先5本指という、まあ、こういう形で、はいはい、まあ、タイツの下にやったり靴下の下に履いていただくタイプのものなんですけど、まあ、従来からこういうタイプの商品あったんですけど、この昨年の冬から販売したんですけど、この白い、これ裏側なんですけど、こっちが持ってたんですけど、この白グム部分何かというと銀の繊維を練り込んだ、うん、銀イオン化させたものをあの塗り込んだ繊維でして、殺菌効果の、殺菌効果は、はい、非常に高いものでして、あ、その銀を入れることによって、あ、そうですそうですそうです、まあ、銀自体が非常に殺菌効果があるものですので、まあアンモニアとですね、あの靴下を入れて、まあ、30分放置してどれぐらい匂いが落ちたかっていうのをやって、気になりますからね、匂いがね、そうで、まあもともと袋のみで749だった数値が、まああの、まあ、他社だと大体120から100、まあひどいところで169とかになってるんですけど、この銀に至っては73という形で、かなり半分、ね、そうですね、消臭の効果があったという、これが一応男性用と女性用をご用意しているのと、だから男性用に関してはこういうタイプのちょっと長めのタイプのもの、まあ、ビジネスのシーンに履いていただけるようにやらせていただきます。価格にも入っているんですか？そうですね、あのやっぱり汗をかきやすいところに重点的にやらせていただいております。汗から増えた雑菌があってところに、その雑菌から匂いを取りましょうという、そういうコンセプトですね。今回のおすすめの商品、銀ですね、はい、ちょっとこちら今在庫が切れてしまって今増産中なんですけど、まあ見たら分かる、健康ですね、ですね、コンセプトは健康、健康ですね、これ面白い、ダジャレみたいなアイテム、もう本当だよ、ロフトさんとかに、ね、よく置いてそうな感じなんですけど、本当にアイディアが、そうです、アイディア商品、心臓がだってハードですから、ね、そうですね、ちょっとここら辺は可愛らしく、はい、あとは、まああのまあ、弊社の方はあと、なんかスポーツ系の商品をやらせていただいてますので、まあ、愛用させていただいて、 ありがとうございます、はい、でまあ、こちらは、まあ、プロっていう、ちょっと上のランクのものなんですけど、それとは別にですね、実はビジネスソックスのスポーツをやっておりまして、あまりビジネスソックスとスポーツの、そうです、組み合わせる、おなので、まああのまあ、ビジネスソックスはプロで、一見そうですね、そうですね、はい、だけどシルエットがスポーティーですね。あのこちらのタイプのものと実は一緒なんです。シルエットはやっぱりこう営業さんとか外に歩く方なんかはこちらの方が、そうですそうです。やっぱりこうビジネスソックスをあのあそうなんだ、だとやっぱりこの革靴で長時間歩くと結構やっぱりきついので、であればあのマラソンランナーさんと同じようなタイプの、機能をですね取り込んで、楽に歩いてもらおうというコンセプトで、まあ、もちろんそれでこちらの方もデオセルという消臭速乾性のある素材を使わせていただいてますので、汗などとかはすぐ吸い取って吐き出すというので、非常に快適に過ごしていただけるんじゃないかな。これは、ですね、本当にメンズソックス2014年度のうちの同じ人のメンズソックスの売り上げのナンバーワンですね。弊社の方でこだわっているのが、高いってことはどういうことかというと、あのより、ま、あの細やかに作ってより履き心地を重視というところで、まあ、その付加価値として丈夫であったりすることがあるだけなので、なので、まあ、物によってはどうしても高くても破りやすいものとかはあったりするんですけど、その分あの履き心地だったり触り心地、まあ、本当にうちの弊社の会長の言葉に対する第二の引くというのを目指して作らせていただいています。あの西部コーチ会長、はい、噛んでいらっしゃるんですか？噂には聞いてるんですけど、それ本当なんですか？あれはね、私自身は実は見たことはないんですよ、あの噛んでるシーンを。ただあの噂ではあの実はあの、まあ、奈良あの弊社商品を奈良の方で作ってるんですけど、まあ、奈良の方にうちの弊社の会社の5店がございまして、まあ、そこにあのうちの商品部は全部あの工場のものと一緒にこう靴下を献上しに行ってチェックしてもらうときがある。そのチェックが取らないと商品販売できないですよね。全部見てもらわないといけないってことなんですよ。噂ではそこで噛んでる話らしい。噛んで品質チェックしてるらしいんですよ。なのでもう会長しかできないですから、あと誰もできないんですよ。それね、ちょっと今日お聞き
したくて。あの本当にございます。ただ私はちょっと見たことある、はい、本当にこれからもね、はい、いろんな、はい、女子た楽しみにしております、はい、今日はあの貴重な時間を、サビオ株式会社の田口さんとお伝えしてきました。どうもありがとうございます、はい。これ持ってらっしゃいますけど、はい、あのホームページの一番最初に載ってた、はい、そうです。キットオイシックスという、20分で2品作れる、主菜と、副菜 が2品作れますというような、今すごいお忙しいお母さんとか、ね、にすごく人気のサービスです。あのオイシックスさんっていうおいしい野菜のイメージがあったんですけど、はい、こういうなんかキットも、はい、キットオイシックスヒットになってるオイシックスですよ。なるほど。ということなので、あの野菜はもちろんオイシックスの、ね、まあ、基準をクリアしているお野菜になっているので、はい、まあ、カット野菜とかもそんなあのすごく安心安全でお使いいただけますというような商材になっています。僕の安心安全がね、心配今されてますけども、はい、そこの基準を満たして、はい、でこれ野菜だけじゃないんですよ。野菜だけじゃないで、ちゃんと、これ本当にこのまま作れるんですね。そうです、このままですね。これすごいですよ。お肉も入って、はい、まあ、ちょっとこれはそぼろで、ちょっともう火が入っているものなので、見た目はこういう感じなんですけど、お肉も入ってますっていうような商品になります。ちょっと失礼します、はい、チーズも入ってる。すごい、全部入ってますよ。で使う分だけなので、まあ、パプリカもこれだけ使いますっていうような形で、分量が好きなところだけ使う分だけが見られてますっていう。斉藤さん、ちょっとね、これ疑問があるんですけど、はい、これね、どうしてこういうメニューが作られるんですか？ですね、弊社でまずは作ってますが、主婦の皆さんとかに、コメントをいただいたりとか、あの実際に作っていただいたりっていうことももちろんあります。あとは、シェフの方々、有名な方だと、あの高健でさんとか、あのしおりさんとか、カレーご飯とかのしおりさんとかにプロデュースをいただいて、作るっていうこともあるので、まあ、必ずこのプロの、管理栄養士さんとかシェフの皆さんがあの監修していただいて、弊社で、作っているキットになります。なんかこう見ていても見た目もおしゃれだし、ね、お母さんなんかがよく今夜何にしようかなって、で子供たちは何でもいいって答えてしまう。僕もそうなんですけど、はい、それをなんかこう、そうなんです、お母さんも楽しんで作っていただける、なんかコンセプトなのかなと。そうですね。お母さんがすごくこう片手間で、すごいこう毎日毎日献立何にしようっていうのをすごい悩んでいて、まあ、そういったのもこれがあるから大丈夫っていう、すごく気持ちの楽というか、そういったところにもつながるっていうお声もいただいたりして、これからまた商品なんかも増えていくんですか？はい、毎週ですね、7種類から選べるっていう感じになっているので、年間で通しても350以上のメニューからお選びいただけるこれからなんかこのオイシックスさんの展開が楽しみです、ね、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はお忙しいところでお話いただきまして、オイシックスの斉藤さんにお話をいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。多くの企業の方のですね、インタビューをさせていただきまして、皆さんによりいいですね、サービスをお伝えできればと思います。ご覧いただきましてありがとうございました。